どうも、このまるです。きーたろです。今日はミッションミッション、エピソード3の2についてやっていきます。まあ、前回までは、ステージのね、感想みたいなところで終わって、まあ、ここから社長の、なんかコメントとか、そういったところと、あとは、やっぱ次回予告のあたりとかもね、結構話していきたいかなと思います。いや、でも何回見てもさ、ステージめっちゃいいよね。そうだね。なんか我々収録の前とかにもさ、結構見返したよね、コラゾンとかさ、ファンタジー、どっちもだけど。やっぱいいよね。ね。じゃあ早速ね、まず社長がね、パフォーマンス見た後に、もう涙腺来てしまった、みたいな。ね、嬉しそうにしてて、で、まず最初に出てきた言葉が、まあすごい良かったねって。で、特にパフォーマンスになると、やっぱランとレイコ。特にレイコのレイちゃんの引っ張ってってるっていうのがすごくパフォーマンス面はあるねって。いや、ほんとわかりますってなったよね。いや、そうみたいな。めっちゃ我々もそう思ったもんね。で、もうコラゾンのもう歌い出しで結構勝ってたとこありますって言ってて。で、やっぱ、でもほんとそうだったもんね。ほんと最初からマジ最高だったからさ。いや、ほんとつかみ OK だったもんね。あ、これいい曲じゃんって思わされるぐらいの歌い出しの良さだったよね。いや、ほんと。あとやっぱそういう意志、つかみに行くぞっていう意志がすごく強く感じたって言ってるから、やっぱそういう意志の強さがこう歌にも出てて、グループにもプラスになるし、それに全員の気持ちが乗っかってるっていう、グループとしても。ああ、なるほどね。頼もしかったですと。かっこいいです。ありがとうございます。でも、レイちゃん聞いてる時の顔が全然前と違くない？前はさ、なんか受け止めなきゃみたいな顔してた気がするんよ、ザ・ファーストの時って。ああ、わかる。てかね、その表情ね、すっごい思い出せる。なんか、ね、全然違うね、マジで。レイちゃん。レイちゃんそれ、ルイ君のパターンだから。そうそう、よくわかったね。そう。レイちゃんもすごいね、確かに。ほんと、なんて言うんだろう。まあね、前回の動画でも言ったけど、ほんと堂々としてるし。なんか、揺るがない何かがあるよね、なんか。ある。うん。すごいね。いや、だからさ、前回も言ったんだけど、マジで、これいつ見てもなんかちょっとレイちゃんの成長に感動するっていうか。だって、言うても1年ちょっととか、1年も経ってないか。ザ・ファースト終わってからは1年経ってないもんね。この段階だと。4月ぐらいでしょ、だって、これ。ああ、そうだね。半年ぐらい、半年とちょっとぐらいでしょ。で、そんな急にさ、こうメンタル面で、なんか決まってこうなるんかみたいな。なんかすごいね。そうだね。なんか、何があったんだろうってなんか気になっちゃうね。で、その後やっぱランくんか。で、ランくんはやっぱパフォーマンスに不安がなくて、よくここまで心でやろうという、持ってるものを練習して、鍛錬して、貯めたものを表現に使うっていう状態が、完全にできているところが見られるのは、すごくワクワクしますっていう。ねえ、めちゃくちゃ褒めててさ、ね。もうなんなら待っちゃう時あるぐらい言ってるからね。早く来いみたいな感じなんかね、来てほしいみたいな感じなんかな。来たみたいな、そういう感じだね。で、その後、生徒くんか。まあ、生徒くんは歌のところとラップのところで声が散ってしまうっていうのは多少あったけど、でも大前提としてパフォーマンスするぞっていう意識、楽曲が入った時に、もうなんなら顔で歌ってるっていうシーンもすごく多かったって言ってて、目が行く瞬間が多かったっていうところか。確かになんか、生徒さんのこの発表、ステージの感じ見てたら、確かにその顔で歌ってるっていうか、なんかやっぱ引き込まれる表情は多かったね。自信があるような顔してるからさ。そう。そう。照れがないのがいいね。そうなん。ね、生徒さんも生徒さんで堂々としてるし、なんか俺を見ろみたいな感じ、いい感じのやっぱアーティスト感がもうあるから。ほんと引き込まれる。まあ、だからあれだよね、社長的にはそういうさ、心構えとか、なんかそういうの良かったから、多分、社長の感じだと、この感じだと技術的な面とか、まあ、あとは自信のところか、もっとあったらいいって感じだったよね。そうだね。自信の振れ幅とかも言ってるし、でもなんかすごいさ、生徒さんのこの聞くような感じが、聞く姿勢みたいなところが、なんか、どんと来いみたいな表情に見えるっていうか、ね。なんかそれもすごいいいね。確かに、そうだね。なんか、前向きな感じね。あ、そう。それが言いたかった、ありがとう。で、あとやっぱ、カイリュ君の声はまたすごく背骨になるねっていうところだね。まあ、フックの頭で歌うとき、また他人渡すときとか、受け渡しもすごく綺麗。で、ファンタシーみたいな曲、歌う思考がすごく強いんだなっていうのを感じるっていう。ね。自分の趣味、思考が声に乗るっていうのは、そうアーティストとしてすごく素敵っていう。いや、やっぱね、社長が聞いてもやっぱり、
すごい、あ、この人はこれを聞いてきたんだろうなっていうのを感じ取ったっていう感じなのか。なるほど、そうだね、率直、うん、素直な感じね。うん、この感じのテイストの曲が好きで、歌ってきたんだろうなっていう。この感じが好きならだから好きなやつだって、私が。なんかもう怒り出して、もう好きなやつだから。怒らんでよ。ああ、でもそうだね。まあ、もちろんファンタジーもそうだけど、俺ね、コラゾンの海竜くんすごい好きなんよね。うんうん。だからね、なんか、まあ、多分好きな方は後者なのかもしれないけど、海竜くんは。でもね、全然、うん、コラゾンの方もめちゃくちゃ合ってるから、なんて言うんだろう。合ってる。うん。いいね。なんか強みがいっぱいあって。てか何歌わせてもすごい良さそうな気がするね。うん。あ、そうなんそうなん。もうこの2曲でなんかもう分かるじゃんね。結構違うさ、うん、両極端の2曲だから、どっちも良かったから、なんかもっといろいろ聞きたいなって思ったしね。うん。ね。で、カイリュウくんはその感情の揃え方とかそういったところを、まあ、レイちゃん、経験があるレイちゃん、あのツアーにね、帯同してたって言ってたから、うん、まあツアーの経験があるレイちゃんと一緒にやっても、そういう揃え方っていうのは、できてたっていうところと、あとは感情でやるぞっていう統一してたり、うん、って言ってたり、でもなんかそれともう一個あれだよね、あの目線下禁止ってやつね、いわゆる。ああ、言われてたね。うん、あのパートが終わってダンス切り替わるところの時に、やっぱちょっと切り替わりが見えちゃうっていうのがちょっともったいないっていう、まあこれはなんか中間のでもちょっと指摘があったやつだけど、うん。うん、目線下禁止すごい分かりやすいね。うん。なんかストレートに言ってくれるからいいね。うん。あとあの、鏡なしで練習そんなになかったよねみたいな、してなかったのかみたいな感じだったけどさ、もう見抜いてて怖ってなったよね。確かに。さすがやな。さすがってか、まあそうだね。うん。で、実際、やっぱそんなにね、鏡なしでやってなかったってことだったもんね。うん。でもなんか総じて、すごい海竜くんの、なんか、今の感じはプロへの土壌にはやっぱ登ってるっていう感じで、まあ、これからもぐいぐいやってほしいなって思いますっていうね。うん。いいね。なんか、いいね。ちゃんと評価するとか評価して、まあ、改善した方がいいところもちゃんと伝えて、でもちゃんとプラスで終わるみたいな感じがやっぱ社長らしいなって感じだね。うんうん。うんうん。で、その後、あの、メンバーのボーイズで言っていいのかな、そのまま。今急に気になりだした、うん、ボーイズでいい？まあ、ボーイズかな。あ、まあ、トレーニーかな。あー、トレーニーか。うん。なるほど。まあ、その4人のね、トレーニーの、まあ、個人の感想みたいなところもあって、うん、で、でも、そこもすごい良かったんだけど、なんか最後に社長が今日一番楽しみにしていたことというのは、まあ、もちろんパフォーマンスの、うんぬんもそうだけど、パフォーマンスの先を見ているかとか、見せてくれるかとか、そういうことだったと思うんだけど、それに関して間違いなく、大きいステージがちゃんと見える状態であったのは、すごく嬉しかったし、頼もしいです。っていうところが、なんかめっちゃ、あ、良かった、と思って、ほっとしたというか、うん。うん、大きいステージが見えてたってことは、やっぱそのね、間違ってなかったって感じがしてね、いいよね。うん、確かにそうだよね。なんか信じていても、まあ、社長も賭けっていうか、なんて言うんだろう、やっぱ見てみないと分かんない部分ではあるもんね。うん。うん。なんかステージからみんなのなんか意思みたいなの感じられたって感じなんかな。ねえ。いや、もう社長は絶対ね、あの、嘘つかないっていうか、まあ、素直な感情をちゃんと言うから、うん、だから本当ってことだからよかったね。うん。で、あとそうだ、その後、社長がさ、課題発表の総括とか言ってさ、うん。なんか、めっちゃ本音みたいなこと語り出すじゃん。うんうんうん。ね、まずは良かったなと思ったのは、思ったことは、生徒と海流の伸びしろが、すごく見えたということが一番良かったっていう。うん。うん、華々しさものが要所で感じられたので、最終的に素晴らしい素敵なグループの一員になるのではという予感を、まあ、二人からもらえたっていうのが収穫が一番の。うん。うん、海流と生徒は割とグループ適性の高い方々だなとは思いました。なんかでもそれはわかるよね。ああ、確かに。あの、グループ、確かに。確かに。すごい染みてんじゃん、急に。うん、確かになんかそうだね。グループとしてめちゃくちゃいい。なんて言うんだろう。やっぱその、チーム感っていうのかな。その、ランレイとの交流の仕方とかも含めね。うんうん。確かになんかグループにいてほしいって思える人たちだわ。うん、ね。うんうん、そうだね。なんか、コミュニケーションもそうだよね。よくよく考えればさ、なんか、ごたごたしてる感じないもんね。うん。そう、なかった。いいね。いい。で、あとあれか。あと、レイちゃんのポテンシャルの高さというのも、すごく強かったので、うん。嬉しかったって言ってて、それの時映ってるレイちゃんがマジでさ、ほんと、もう目が違うから、もう、なんかすごいよな。いや、わかる。いや、そう。わかる。ね。めっちゃいい顔してるし、かっこいいし。うん。うん。
なんかさ、ちなみにさ、その、なんか嬉しかったですねあたりで、蘭麗は純粋に成長してるのでのあたりか。蘭麗が蘭麗しとるの、マジで。いや、そうなん。なんか目結構見合わせてね。うん。でも、これステージで見せてくれたやつを見とるだけだからさ、うちら完全に見逃しとったんよ。だとしたら。あれ違うアングルじゃない？これ同じやつか。まあそうだよね。まあでもその社長の語りをバックにやっぱ映像見とるから、なんてそういうのもなんか入ってくるよね。スンと。うん。うん。で、あとやっぱランの場合はグループのメンバーとしては胸を張って活躍していくには、そういう問題じゃないところ、腹のくくりというのかな。それを一生やっていくという覚悟みたいなものが、本心から生まれるタイミングが来ると、一気に変わるんだろうなと思います。うん、なるほど。もちろんあのパフォーマンスアーティストとしては水準を超えてることや、うん、そもそもの期待値の高さを考えると、今ダメということは全然ないですけれど、それこそ BE:FIRST がいて二つ目のグループとして出るときに、そのメンタリティだと早い段階で枯れちゃうというか、もしくは食われちゃうと思ったので、デビュー前にそのメンタリティが芽生えると良いなと思いながら見ていたというのがありますねって。悪いことの方としてはアマチュア感があるなとはすごく思いました。それでデビューしてだんだんプロになっていくというのは、日本の芸能界流行るパターン、ちょっと未熟な部分も含めてみんなが応援していって成長の過程を見せる。それを自分は良しとは思っていないので、デビューするときにはもう孫うことなきトッププロとしてデビューしてほしい。なので今すぐというのは無理だなとも思いました。いやーなんかすっごいね。一気に来たね、なんか。一気に来たけどすごい具体的に言ってくるから。うんうん。なんかね、うわーって思ったね。でもこれぞって感じもする。うん。結構はっきり言うよね。結構はっきり言う。けどなんかそのやっぱ印象的だったんが、そのランくんが、やっぱその本心から覚悟、なんかみたいな。本心から生まれる日が、そういうタイミングが来ればみたいなのはなんかわかる。でもさ、ってことはよ、逆に言えば、マーゼルとしてデビューするということは、それがクリアできたってことだよね。うん、そうなん。だからその感じがめっちゃ楽しみじゃない？なんか今ももちろんいいけど、うん、なんかラン君はもっとすごいことになれそうってなんか思うじゃん。うんうん、そうだね。ね、その覇気みたいなものがよりこう見えてくるようなものが、うん、だからマジでここからどうなってくんかっていうとこだよね、本当に。いや、そうなん、そうなん。だからもうラン君ってさ、なんならもうスキルはさ、申し分ないって言ったらあれだけど、もうスキルはあるけど、多分そこの部分じゃ、多分精神的なところが、多分社長が、やっぱ一番ね、うん、なんか感じてそうだから、なんかそこが変わった時のラン君、マジなんかやばい、無双しそうだな、みたいな。うんうんうん。そうだね。いや、本当ね、なんか楽しみでしかないよね。そう、そうなん。なんかそのね、だからその本心から生まれるタイミングがね、多分このミッションミッションの間に来るんだと思うから、うん、それをマジ見守ろう。ね。うん。で、なんかあれだね、しかもさ、今のままだとこうだよっていうのもなんか結構リアルだなと思って。なんか、今のメンタリティだと、うん、まあそれこそ BE:FIRST がいて、二つ目のグループとして出るときに、まあ、早い段階で枯れちゃうというか、もしくは食われちゃうっていう、なんかちょっとね、ダウンしてしまうような、時期が来てしまうんじゃないかって、うん、いうことだもんね。いやー、そこまで予想できるみたいなね。確かに。まあだからそれほどプロっていうのはやっぱなんかやっぱ違う、また一つ違うんだろうね。やっぱそれデビューするっていうことは、うん、やっぱ想像以上にやっぱ辛いこととかね、やっぱいろんなことがあるだろうから、まあそれにも耐えていけるって言ったらあれだけど、そういう覚悟はやっぱ必要なんかね、うん、っていうことなんだろうね。うん。あとやっぱ個人的に好きなのがさ、あの。やっぱそう、未熟な部分も含めて応援するっていうのを自分は良しとしては思ってないっていう厳しいやつ来たと思って、ハードル高いやつ来たってなったよね。確かにそうだね。そういう見守る系のアイドルも応援してたけども、我々いやもうほぼそれじゃない、なんならなさ、ほぼそれよ。そういうの見守って頑張ったね、成長したねみたいな、なんかそういうのをね、まあそれはそれでよかったんだけど、楽しかったんだけど、まあ社長がそういう美学じゃないからね。うん、うん、というかまああれだよね、その今回2つ目のグループっていうので、そういうことではないっていう感じでしょ、より。その BE:FIRST は私正直最初からすごいと思ってるけど、でも多分もっと社長が言ってたけどさ、もっと水準が最初から高い状態っていうことでしょ、きっと。うん、そうだね。やっぱ BE:FIRST がさ、あるからこそ、やっぱハードルもね、なんだろ、人の期待値も高いから、やっぱそれに応えるためには最初から、やっぱすごいとこにいないとっていうのもあるだろうしね。うん。だから、急にすごいレベルのグループをバーンって出てきて、
なんかより切磋琢磨がすごいことになりそうだね、 BMSG 内の。いやそうだね。うん、でもさ、それ社長はさ、しかも社長はさ、もしそれがこうなんだろう、その社長が求めるグループになってなかったら、なんかデビューさせないような気がしててそもそも。あー、なるほどね。うん、なんか来たんだろうね、時は来たんだろうね、社長の中で。今はだから、この今現在、あー東京は来たじゃん本当だ、あれ本当の自分を超えろみたいなやつだっけそうそうそう、いやてか時は来たってことだね。うん、でも今ね、記憶で歌ったあっとるかすげえ不安な歌詞で、もう一つセカンドグループ構想の青写真っていうところで、まあ、これちょっと前のインタビューなのかな、髪の色違うからね。うん、確かに。うん、まあ、その時はなかったのかな、ただグループをやるぞということ、まあ、微妙なとこって言ってるしね。で、ランがグループをやれる人になることがきっとこの先来て、その時にグループが完成しそうだなということは思いましたね。具体的なグループの形、例えばザ・ファーストで言ったら、合宿の2週目入ったくらいかな、まあ、少なくとも疑似プロ審査見ている頃にはこういうものが B ファーストだという想像はついていたんだけれど、グループ像はまだマーゼルの場合はそうではなかったですね。あ、うん、このタイミングではまだって感じだったのか。なるほど。社長の中でやっぱラン君のことが結構頭にあったって感じだね。名前も出てくるし。でもそうなんで、やっぱりどうしてもやっぱラン君をグループに入れるみたいな構想みたいなのはなんかやっぱ言ってたと思うから。やっぱずっと意識はしてたんだろうね。やっぱ最初のさ、もうザストの最初から、なんなら一人目がさ、ラン君だったし、なんかそういう、なんか思い入れみたいなのも絶対あるしさ、社長の中で。そうだね。デビューして、しかもなんか社長の中でもしかしたら結構育ってくれたみたいな気持ちになるかもね、ラン君は。親感というかね。で、以上でね、今回、エピソード3の2終わったけど、いや、なんかやっぱ社長がいいこと言いすぎて、なんかね、2つかなって言ったら、3つ目いくね、これね。また。いきますね。最後まで、座学までいかんかったもんね。言っとること最初と違うんよ、うちら。ねえ。いや、うちらなんでさ、いろんな動画でもなんで低く見積もるんかね。絶対長くなるね。見積もりが甘い甘い、本当に。自分たちをさ、ほんと、すごい喋るってことさ、忘れとる、うちら。ねえ、忘れとるね。話し始めたら止まらんね。うん、すげえ社長いいこと言うじゃんとか思って、ブワーって喋り始めたらさ、もうこんな時間だったんやって。でさ、とか言ってさ。いや、だからそれでまた同じこと繰り返すん。いや、そうな、そうな、ループなんよ。TikTok? ループって。いや、そうな、すぐ頭に戻るん。まあだからさ、次のミッションのうちらの感想が楽しみだよね。そうだね。